皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログの野志です。中学社会3問クイズ、今回は地理の問題で、日本の工業地帯の名前を答えましょうと。日本の工業地帯3つありました。そのどれかということを答えてください。1番、大阪湾から神戸にかけて広がる工業地帯で、他の工業地帯と比較して中小企業の割合が多いと。2番、東京から横浜にかけての工業地帯で、他の工業地帯と比較して、で印刷や出版、この割合が多いと。こういう特徴を持っています。東京は日本の首都ですから情報が集まる、このために印刷や出版、この割合が多いということですね。3番、名古屋を中心に伊勢湾臨海部から内陸にかけて広がる工業地帯。内陸部は自動車関連の工場、臨海部は石油化学コンビナートが並んでいます。さあ、この工業地帯の名前何でしょう。皆さんは一度ここで動画を止めて答えを考えてみてください。考えた後でもう一度動画を再生し、正解を確認しましょう。正解を確認します。1番の大阪湾から神戸に広がっている工業地帯、中小企業は多い、これは阪神工業地帯です。阪神の阪は大阪の佐賀ですね。阪神の神、これ神戸の神という字を取って阪神工業地帯、こういう名前がついています。2番の東京から横浜にかけて広がる工業地帯と、印刷とか出版の割合が多い、これは京浜工業地帯です。京浜の京という字は東京の京、京浜の浜、浜という字は横浜の浜を取って京都浜で京浜工業地帯と、こういう名前がついています。3番の名古屋を中心に伊勢湾臨海部から内陸にかけて広がる工業地帯と、今この工業地帯が一番大きな工業地帯になっています。こちらは中京工業地帯です。中京の中はと言って言いたいんですけど、こちらはこちらの名前から取っていないですね。ですから中京工業地帯、そのまま覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。